状況は分かった。レガットがな、フィム商会全体が関わっていたという可能性は少ないと思われます。こたびのことが発覚した狂言誘拐ですが、ごく一部の従業員が詳細を知らぬまま従っていたようです。そちらの裏付け捜査はこちらで引き継ぎましょう。よしなに。して、その禁書調査に関してだが、目処はついたのか？それがまだ未知の文字で書かれているものもありまして、解析に時間がかかっております。調査隊の報告によれば、ソートの湖の動きはおろか、近日特に変わった点も見受けられない。本当に企てていることが帝国の危機になると？レガットの従者の様子からほぼ間違いないかと。ではなぜ何も動きがない？おそらく向こうもことを起こそうとしている。古代文明の遺物に関して解析はうまくいっていないものと思われます。持ち去られた金書を除けば、遺物に関する彼と私の知識量はほぼ同じと思われます。それはあの城、アレックスの解放に失敗したことからも明らかです。しかし、彼らは瞬間移動できるのだろう。それは未知の技術ではないのか？それに関しては、すでに閲覧した禁書の記述を見つけてあります。あれはあらかじめ設定された同じ器具を持った相手の場所へしか移動できないようです。すると、その瞬間移動を使っての帝国への再度侵略は？侵略に関しては言えませんが、手段として瞬間移動を使用した攻撃というものはないと思われます。そちらは帝都駐屯兵総出で瞬間移動器具の捜索を行い、この帝都では見つかっておりません。あまり数も用意できないものと思われます。そうか、一安心だな。というわけにもいかんか。一刻も早くその金書を解析するのだ。は。とは言うものの、ゴンザレスとノラの助力を得てもまだまだ終わらんぞ。どうするんだ？もう一人助っ人を頼み申した。マリー殿に迎えに行ってもらってる。ああ、それでここ数日彼女の姿を見なかったのか。そっか、瞬間移動器具の捜索であんたいなかったから説明してなかったんだっけ。しかし一人？今更一人追加したところでそれでなんとか打開できるのか。どうだろうね。おいおい、大丈夫か。そうですか、まだ戦いは続くのですね。おそらく対抗できるのも私たちしかいませんし。まさかあなたに頼ることになるとは。頼もしく成長しましたね。いいえ、みんなのおかげです。私一人では支えてくれる仲間がいる。それも王族としての素質の一つです。私たちはベリオス将軍とはそういった信頼関係を築けなかった。お母様、シャロンもリドルもそのお友達も大切になさいね。そしてそのお友達と一緒に必ず帰ってくるのですよ。はい。ところで、報告を受けてからずっと気になっていたのですが。はい、何でしょう。その戦う時の格好というのは
なんとかならないのですか？それは。え、ひか、人妻。まっか、まあまあ、魔男。こう、また股間を、股関節。月よ。月よ？そんなのありかお。月よはムーディーじゃない？セーフでしょ。よかお。もうかなり弱って尽くしたんだお。夜の団地妻。あ、はい、アウツ。それはだいたい4時間36分前に出ました。いや、その時はただの団地妻だじ。だから形容詞を足しただけはアウツってルールを追加したろ。エロい、形のいい、むっちり、大きい、希少価値の小ささとか、延々と終わらなかったおっぱい地獄を忘れたか。いや、団地妻に限っては夜のをつけるかつけないかで全く意味合いは異なるお。時間の表現なだけで団地妻は団地妻だろうが、全国の団地妻さんに怒られるぞ。それは仕方ないお。負けを認めるお。これで俺の5322勝、5320敗、2つ勝ち越したぜ。いや違うお。俺の5321勝、5322敗、まだ1ゲーム差だお。さすがにもうアダルティ限定しりとりは飽きたお。リドルたちがこもってから何日目だっけ。2週間くらい。城から出られないのがこんなにきついとは思わなかったわ。なんだかんだでいろいろ忙しかったからお。皆様、夕食のお弁当をお持ちしました。あ、ありがとうゴンザレス殿。では、ご飯休憩にしましょうか。しかし、夕食くらいはお弁当にせず、食堂やアレックス様の城でお取りになればいいもの。時間との戦いだからね。こうしている間にも、向こうが何やってくるか。あら？ゴンザレスさん、いつもよりお弁当の数多くありません？それはですな。クン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 、いい匂い。族長。ダラレイ様。ヤッホー、みんな来たよ。お待たせいたしました。おお、想像以上に早いね。ありがとね、マリー殿。いいえ、お役に立てて何よりです。それにごめんね、こんなとこまで。ナラレイ殿、助っ人というのは。はい、私です。そうか、我々よりも古代文明に一番近いのは族長ですからね。ダラレイ殿には解析を担当してもらう。これで作業速度は一気に早まるはず。任せて。昔の文字なら結構読めるよ私。その前に、ダラレイ殿、こちらをどうぞ。え、私にもお弁当くれるの？やった、ありがとう。マリーの移動速度を考えると、今夜から明日にかけて到着と踏んでいましたので。ああ、その分のお弁当だったのね。
じゃあバッツリ食べたらまた頑張ろう。あらあら、フラウに続いてアイリスも気持ちよさそうに。今日はここまでにしとこうか。ララレイ殿、すまなかったね。長旅で疲れてるところをいきなり。ララレイ殿？これ、ここなんだけど、ここの記述。もしかしたらあのバリアかもしれない。表面の波形が同じやつかも。え？ああ、この本、全然読めなくて分けてたやつだ。でも、表面の波形って。ああ、ここに来るときに。遠目からだけど一応見てきた。でね、この波打つエネルギーの出力についてのこの技術が。これ全然読めなかったけど、エネルギー波形についてだったの？でもよくいきなり見つけたわね。読めない本も分類してくれてたのが良かったね。じゃあこの文字、同じものは。え、もう何か見つけたんですか？え、いきなりなの？私たちもうずっと探してダメだったのに。この単語が題名になってる本を探してみて。いきなりですか？この文字と同じやつか。あ、これとこれがそうかも。こちらもございますな。これは、違う。こっちは、これだ。この記事はさっきのやつの基礎理論っぽいけれど。その内容を読んで教えてもらっていい？オッケー。あーでも、あーそっか。みんな、ここから先は専門技術的な内容になってくるから先に休んでて。私たちはもうちょっと続けるわ。そうか。確かに私たちでは手伝いそうにないな。じゃあ休ませてもらいますね。寝てる二人は。それでしたら私が背負いましょう。姫様は私が。すまない、リドル、ララレイ殿、あとは頼んだ。うい、頼まれた。族長殿、申し訳ないけど。全然オッケー。じゃあ取り掛かりましょうか。ここはあれに触れたら、この城の城壁といえどグリッグリに削り取られるところだったわ。危なかったね。ガリッガリで、どうすればいいの？あの結界は破れないよ。破れない？それって。いや困る。それは困るぞ。打ち点なしですか？いや、バリアは破れない。でも発生させてる元を崩せばいい。元？そう、あれはね、すごい強力な反面、作り出すのも大変なの。というと？あのソートの湖を中心にして発生装置が複数あるんだよね。
しかもその場所は地脈の中でも特にエネルギーが強いところ。地脈？地中に流れるエネルギー、気のようなものが流れているって言われているわ。気？なんか怪しいわね。本当なの？怪しさで言えば私たちの変身の方がそれっぽいですけどね。あ、そうだった。まあこの城と同じよ。何かをエネルギーに変換するっていう技術みたいね。で、今回はその地脈のエネルギーで壁を作ってるってわけ。でも扱いが難しいから、一つの装置で対象物、湖をぐるって囲むことはできないの。そこを中心として複数の地脈のエネルギーを使うのね。ということは2から4箇所くらいかしら。しかしその場所は特定できるのか？それなんだけどね。禁書の方にこの国の地脈は記されてるから分かるんだけど、そのどこかまではちょっと。そうですか。でもだいぶ絞れないかな、それって。そうね。とりあえず力が溜まってそうで一番近いのはここから南東に行ったところかな。ずいぶんアバウトな。それでもノーヒントよりマシだよ。行ってみよう。やっと退屈な日々とおさらばなんだお。ありがとうございます、ダラレイ様。いいのいいの。あ、それに私も同行するからね。せっかくだからどういうものか見てみたいし。それなら僕らもご一緒させてもらおう。何かの役に立つかもしれない。主に我が家の執事とメイドが。威張って言うな。でも、もしそのバリアの発生装置が見つかったとして。問題はそれをそうやすやすと破壊できるかってところよね。戦いになるかもしれんな。ねえ、もし戦いになるとしたら出てくるのはラナ、レナ、ルナの誰かだろうな。ねえ、3人と戦うことになるの？私嫌だよ。でも、もしレガットがやろうとしてる何かがヤバいことなら、それは戦ってでも止めなきゃならない。それは覚悟しておいて。まあほら、前話してくれたように、もし彼女らがレガットを止めてほしいと思っているなら話を聞いてくれるかもしれない。だからさ、たとえ戦うことになってもそれは呼びかけ続けようよね。進まねばな。それ行ってみよう。
ですね。破壊してちゃ、どこへでも。オッケー、任せい。